モンペチャンネル。はい、こんにちは、モンペです。今回は、東京オーバル京王閣、つまり競輪場にやってきました。わー、まあ、京王閣って府中からすごく近くて自転車で20分ぐらいで来れるんですけれども、実は1回も来たことなかったんですよね。立川競輪より近い印象でしたね。で、入場料は50円でした50円の両替機がありましたね。はい、ここで今回はグルメを紹介したいと思います。では行きましょう。はい、最初に食べたのはマクリアさんですね。こちらで牛すじを頼んでみました。550円でございました。はい、これはうまかったですね。うまかったです。牛すじ、大ぶりの牛すじが入っていて、こんにゃく芋ですかね、そちらが2個入っておりました。あとはネギと七味かな、そちらを振りかけて食べるというスタイルでございます。で、本当は定食で食べたかったんですけれども、4店舗今回回る予定なのでちょっと単品のみにいたしました。これはね、うまかったですね。本当ご飯が聞き込みたかったですね。で、あとはまあ強いて言えば七味じゃなくてからしがいいななんて思いながらも、まあそれは贅沢ですね。非常に美味しかったですね、こちらは。このなんていうボリューム感、歯ごたえとですね、味のしみしみ感、最高でございます。ザ牛すじっていう感じですね。これは来る価値ありますね。これを食べに来る価値あると思います。非常にお気に入りでございます。他にもね、この牛すじカレーとかですね、牛すじ丼とかもありましたが、今回はこちらにしました。では次行きましょう。チョリン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 。はい、では次ですね。次はくるみの木さんですね。こちらでは納豆オムレツなんていうものがありましたので、こちらを頼んでみました。で、ソース何かつけますかって言われたんですが、まあもういいやと思いまして、このままプレーンのままでいいですっていう形ですね。頼んだんですけれども、ちょっとキャベツを食べるには何かもらった方が良かったかもしれませんでした。まあでもね、なんかこの濃厚な納豆オムレツにちょうど合いましたね。これ結構美味しかったですね。納豆オムレツ初めて食べたんですけど、こんな競輪場で納豆オムレツなんて、なんかこうおしゃれなんだか何なんだかちょっと分かんないんですけど、なんか不思議な気分になりました。結構ね、頼んでる人多かったですね。意外とっていうのも失礼ですが、意外とちゃんと美味しかったです、本当に。いや、本当にね、中はトロトロでですね、納豆と合うなって思いましたね。これも定食あったんですけどね、単品のみにいたしました。いや、意外といけましたね。元旦から何食べてんだみたいな感じですけどね。はい、では次行きましょう。はい、こちらが中華麺王さんですね。ここではいろいろ迷ったんですけれども、担々麺にするか、もつ煮にするか、牛皿にするか迷って、牛皿ライスにいたしました。こちら550円でございます。あ、先ほど伝え忘れたんですが、さっきの、納豆オムレツも550円でございました。はい、まあ、550円っていう価格帯が多かった気がしますね。あと600円とか、全体的にはそのような感じでございました。高くても700円か800円だったと思いますね、この京王閣競輪場の定食系は。はい、まあ、すき焼き風の味付けでですね、美味しかったですね。豆腐が乗ってるのも好感が持てました。ただ糸こんにゃくが多めです。糸こんにゃくが多めです。牛皿なのか糸こんにゃく皿なのかっていうところでございました。ただ味自体はきちんとですね、すき焼き風の味がきちんとついておいてですね、美味しかったでございます。これ生卵があったらもっと美味しかったかもしれませんね。牛丼じゃねえかみたいな感じですけどね。はい、では次行きましょう。はい、今回最後のご紹介でございます。4店舗目でございますね。そばうどんのひふみさんでございます。で、最後なので、まあ、そばかうどんかにすることにいたしました。で、まあ、一応タヌキとかキツネとかいろいろありましたが、今回は肉そば、豚肉ですね、豚肉のおそばにすることにいたしました。まあ無難なお味でございます。まあそば好きなんですけどね、まあ肉も味もちゃんとついててですね、ちゃんと美味しいおそばでございます。ただちょっともう4つ目なんですよね。今回4つ目だということで、あまりこうめちゃめちゃうめえとかっていうような感想がもうここの時点で抱けない状態でございました。食えるかな食えないかなっていうような瀬戸際でございます。非常にお腹いっぱいでございましたね。でもまあ美味しかったです。はい、まあ4食もね、普通は食べないです。4食も普通は食べないです。今回は頑張って紹介するために食べました。ただ取れ高少なかったですね。はい、なかなか難しいですね。はい、ではいかがでございましたでしょうか。ではこれでグルメの紹介は終わりにいたします。昨年の暮れに立川競輪場で行われたグランプリ、競輪グランプリに行ってきたんですよね。で、まああれからまだ2日しか経っていないんですけれども、ちょっとまあそこではですね、グルメ紹介できるほど、時間がないっていうか、もうすごい並んでたのでできなかったので、今回京王閣競輪場の方にやってきました。で、今日1月1日、2024年1月1日ということで、
元旦でございます。まあ遅くなりましたが明けましておめでとうございます。はい、また本年もよろしくお願いいたします。ちょっとね、以前撮った動画とかのお料理とかもですね、値段改定が結構入っているので、また2週目3週目という形でも、まあ、撮り直ししなければならないのかななんて思っております。今年はですね、馬券とか車券、船券とかですね、ちょっと予算を限らせていただいて、少し抑えめにさせていただいて、グルメの方きちんと撮っていきたいと思います。ではまたよかったら見てください。ではまたね。新年明けましておめでとうございます。私です。昨年競輪グランプリに見てきました。とてもすごかったです。バンクを回る緊張感、ジャンが鳴ってからの激しい動き、本当に最高でしたね。もう若い世代、あるいはベテランがぶつかり合ってですね、本当に面白かったですね。今年2024年も見に行きたいななんて思ったら静岡だということで、それはちょっと難しいなと思いました。一応ですね、モンペさん、今年はですね、いろいろ予算制約をかけて、有馬記念の前日まではあまりギャンブルをしないという誓いを立てております。全くしないというわけではないんですけれども、まあ、競馬でいうと月2600円まで、競輪オート船券は1万円まで、これは年間ですね、それで行きたいと思います。ただ旅行とかあるいはダービーの時だけ少しだけ予算増やすよっていうのはあります。ただ基本的にはそういったことでやりますので、よろしくお願いします。はい、競輪グランプリ面白かったな。協定さんの SG グランプリっていうのも、まあ、テレビで見ただけですがすごかったですね。有馬記念もすごかったです。今年もよろしくお願いいたします。ではまたね。チョリン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 。